始まりました。ジッププラス3、お願いします。お願いします。お願いします。三人体制。三浦さん、大町さん、私でお送りします。お願いします。お願いします。三人体制ってやったことあります。結構もう経験者ですか。何回か。あ、もうあるんですか。うん、あります。大松さんは？僕初です。初。うん、なのでその吉明さんが前抜かれて私さんってやったので。 真ん中ポジション、吉明ポジ取ってやろうと思って吉明さんポジですねかなりあの回は吉明さんこう肩見狭そうな感じでしたけど今日はリラックスしていやでも気持ちわかるなんか男子高出身、吉明さんも僕も男子高出身なんでなかなかこうやって女性に囲まれることないんでめっちゃ緊張しますねこれなんかこっちもどうしていいかわかんないんですけどごめんねニやニやしてずっと笑ってる私は女子高出身じゃないからわかんないわかんない、その感覚が 私はちょっと分かります、うん、あの自動車学校教習所に行ったときに初めて学科の勉強で教室入ったら男性がいて、うんうん、うわっ,、うん、ってなったのが初めて同じ空間に男性がいるということで、ね、なかなか教学の人とは共感できない。 話ですそうか、そうかもしれないね,、うん、ね女子校っぽいみたいなのが分かんなくて、うん、この間のノリ、なんかうらやましいなと思って<あ>女子校みたいだよね、うん、みたいなのが分かんなくて私は驚愕に憧れます、うん、漫画みたいなだって学園恋愛があるわけですよね、リアルに。 そうなのかな、のか <laughs> 楽しく楽しくなんかキラキラしてていいなっていうふうに思って、えー、まあ今日は共学男子校、うん、女子校でちょっとミックスな感じでお送りするんですけど質問がいっぱい来てまして、うん、ちょっとこれ三浦さんとまさんに聞きたい究極の質問です。はい ご飯を食べるときは好きなものから食べますかそれとも好きなものは最後にとっておきますか私はお腹いっぱいになってしまったりもしかしたらあと5秒後に死ぬかもしれないと考えて好きなものから先に食べますという可愛らしい質問ですどうですか好きなものから食べますあ,あ、それは何ですかはい。もうそれ質問したら自分かなと思っちゃった <laughs> <laughs> 何があるかわかんないからまず美味しいものを味わうんだったら、うん、あ、まあまでもね例えば 先にスープし敷いてくとかはありだけどスープ好きっぱら <laughs> にガツンっていくよりちょっとねこうあなんていうかな女をつけてからの方がいっぱい食べられるみたいなのあるのよるいきなりダッシュじゃなくてジョギングすると、うん、かあのいっぱい食べるロケの時必ずちょっとなんかね飲み物系入れてから行ってたの<ー>がいっぱい食べられるんだけどあの美味しいもの最初の一番美味しいって感じる時に食べるのが一番じゃない<ー>絶対お腹いっぱいなんだから そうよ。空腹は最高の調味料的な。ただでさえ好きなのにそれをがさらに美味しくなるタイミングで食べなくていつ食べる。そんなに頻密って喋なくていい。キンキンで言うのやめてもらっている。んな人いす。っごい目大きい。本当でもあのいついつ何があるかわかんないっていうのは生き方としていつも思っているのでやりたいことは今日のうちにやった方がいいと思ってるんで絶対今食べます。なるほど。こんな圧で語られて次答えにくい。答えにくいけどでも僕は。 最初やっぱり好きなもの食べます、えー、一口目うん、うん、で間挟んで、うん、僕、最後の口に残る最後の味を好きなものにしたいから、うん、サンドイッチ形式というかうん、うん、好きなものを別のもの、うん、好きなものでフィニッシュを迎えたい、うん、なるほどねっていうタイプだから最初はやっぱ好きなものグ半分食べて置いいとくみたいなでポテト食べてポテト消費して最後にハンバーグで締めるみたいな。うんうんうん、はー いいね。いいところですね。いいとこ取りですね。それぞれいいね。うん、ぬかちゃんは。私はもう一番最後まで取っておきます。うん、そうか。まあでも、それもあるよね。うん、なんか、うん、こう、まあ、確かにお腹空いてる時に、一番美味しい状態で、美味しいものを食べると、めちゃくちゃわかるんですけど。うんうん 最初例えば苦手なものとかが出た時は、うん、それをもう何も考えずにもう無心の状態でカーって食べるんですよ。で,で好きなものしか残ってない状態なんなら最初からもう好きなものしか出てきてないっていう状態にして、うん、そこでようやく自分の「食べるぞスイッチ」を入れて食べるっていうのが私の方式なのでめちゃくちゃゃく早食べなんですよ、うん、好きなものを最後にじっくり味わいたいがためにそれ以外のものをガーって食べるんで。 その方式ですかね私はそうかもねなんか私すっごい流されやすいのかもしれないさっきまでそれか実はもうやってて記憶から飛ばしてるかあるかもね好きなものから食べてると思っている記憶消してるだけで先に何か食べてるかもえ、三浦さんってこう結構お肉とかご飯とかがっつり食べられるイメージですけど早食べですかそれともゆっくり食べますか多分尋常じゃなく早い早いんですね自分より 早い人ってあんまり見たこと森圭介さんぐらいじゃないですかけど <laughs> <laughs> 競ってたんで競ってるつもりないんですけどあの当時、まあ、一緒にランチこうすることが多くて、うん、なんかお互い張り合って。 なんか張り合ってるつもりないんだけど、<laughs> こう片方大盛りにしたらじゃ、じゃあ私もってなって餃子つけるしってなったら、じゃあ私もつけるし、ライスつけるし、<に>じゃあ私もつけるしみたいになってきて、なんで高校生みたいなの、よくわかんないお互いでお互い激太りしてくる、<laughs> <laughs> 育ち盛りの子たちましたね、早いんだねでもね、早いんです、なんかこう部活やってたりとか。うんうん したこともあってもう時間がもったいないと思ってうわって食べる癖がついちゃってたんであとこれ良くない癖なんですけど誰にも取られないのに早く食べないと自分のものじゃなくなっちゃうっていう気がしてて一一人人っっ子子ですこれをでも母には高校生ぐらいからいい加減に大人になるんだからその食い意地はやめなさいって言われてるんですけどんか例えばお菓子大容量のお菓子とかをいただいた時に。 すぐ食べないとなくなってしまうんじゃないかっていう恐怖心に駆られながら二十個入りのお菓子とかうわーって食べちゃうんですよなんかそんな経験でもあるの一 <laughs> 人っ子ですし、うん、その人にとらえたこととかないんですけどなんか昔から食い地がすごくてちょっとこれ恥ずかしいですね、うん、こんなことを <laughs> めっちゃ顔赤くなってきたけどこれ直そうと思って頑張ってこう例えばコース料理とかに行った時にも コースってこう出てくるのに、時間がかかるじゃないですか。町の時間が長すぎちゃうんで、ちび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 、なんかこう。水飲んだりして、紛らわせながら、最近はゆっくり食べるように心がけてます。ええ<ー>。何の話ですか。めっちゃ恥ずかしい。<laughs> でも、この職業、早い人多い、ね。多いですね。うん、確かに。時間ないからなんですかね、やっぱり。そんなの、なんうそんな時間なくないよね、でも。でもはい。なんだろう。なんか、生まれつき早い人が多い説あります、ね。ああ、集まっちゃった。はい、向いてるのかもしれない。ですねもも全員早い。へえ。 この家の方と食べて四人四人家族なんですけど四人だけ食べてこの時間がめっちゃあるって。その <laughs> 大間竹見たいね可愛いね。大間竹マジ早いんですよ。そうなんだ。はい、<ー>そうなんだ。そういう人が多いんじゃないですか。か集まってくる説ありますね。ねえちょっとコロナが明けたらその、うん、私も三浦さんとラーメン屋さんで張り合いたいです。<laughs> 張り合いたいです。大人なんで私本当そういうそういうことはもう本当にしません。じゃあ我々だけ餃子とチャーハンつけまじゃあ私もつける。張り合ってる。張り合ってる。張り合ってきたぞ。いやだったら私トッピングモルから味玉つけるし。味玉。味玉もつけます。味玉つけかマストか。チャーシューご飯もつけるし。ジップファミリーがどんどんス大歓喜で。おはようございます。おはようございます。いいんじゃない健康的で。 いやでもちょっと行きたいですねみえな開けたらなかなかずっと行けてないけどえこのの話して終わはいそうです今日はもう食べ物の話をして終わろうかなと思ってますマジで需要ありますかかねわんないでも私三浦さんのスープを敷いてっていうのは美容家の方がいっぱい食べる前にやる対策としておっしゃっててありがとうございますちょっといや美容家ガオスやんちゃった <laughs> だからちょっとそれは参考に勉強になったなと思ってん諸説あるし、はい、人によって考え方全然違うけど野菜先に召し上がる、うんね、方とかもいらっしゃるよねでも私はその大食いできるっていう観点から先に体にいいとかそういういことではなく、うん、あの大食いしたいからって前日から食事抜いたら食べられるとかじゃ全然ないからね。 絶対ダメだからか抜いたいあのこれ本当諸説あるけど逆にそんな食べられなくなるからちゃんと広げて何な,なら温かめのスープとかでちょっと広げていってたのが私のヒルナンデス時代ですね物産店の前、はい、なるほどそれであの美味しそうな食リポが完成したんですね、はい、ですとんでもないです 今日はスープを敷くっていうことを覚えたねそうですね敷くってワードこれも本当諸説ありますよいっぱい食べたいですが諸説しかない諸説しかないあいつが勝手に言ってるだけだと思っていただいてためになるかわかんなかったんですけど楽しく食べ物の話させていただきました以上ジッププラス3でしたありがとうございましたありがとうございました良い週末を敷くスープ敷きますいや今日も見てくださってありがとうございましたそこのあなた このボタンを押したりチャンネル登録のボタンを押したりどうぞよろしくお願いいたしますあのお友達ご家族いろんな方にこのことを伝えるっていうのもあぜひお願いします、えー、今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございましたそれでは一緒にジップ